日の江潜水橋ちょっと行ってみようか。壁にめり込むのはあかん。やめやめやめ、そのハメ技みたいなのやめてくれ。あー転がっていく。痛い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 、やっぱ痛いか。さて、一旦回復。すぐ敵出てきてるからね。やっぱ戦闘が始まると回復はしないのか。そこら辺はやっぱシビアだな。よしよし。さあ、いい感じに進んでるね。やばい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 。これ、ああ飛ばせるのか。よし。しよっかな。時間的にはまだ。どこを見ておれ。よし。まあ下なんかありそうな気はするけど、ほったらかしでいいのかな。あるな。よし。さて、ちょっとアイテム見て。バレゴマも変えるか。ちょっと変えようか。はい、いらっしゃい。こんばんは。頭髪。電光石火。やべ、全然知らぬ間に。目にも止まらぬ速さで片手剣を振りまくり。かまいたちを作る。やばマジで。うわーマジか、知らん技多すぎるわ。もう基本的にあれなんだよな、こういう系。軽めの武器が好き。よしよし。あーそんなに強くない。鍛えれば強いって感じか。
あーでもボス戦重宝しそうだな。あ、空中で使えるもんね。あ、これは使い方次第だな。てかさ、マップが全然わかんないから、あれだね、どこ行ったかどうかも。微妙だな。まだこっちの方が今のはうまくいったな。電光石火はやめよう、駒にしとこう。ボブだ。よし、よし、カメね、タイミング悪かったな今の。ほい、これでいけるかな、さらに奥。よし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 、あー中間来たー、解放。さあもうちょい進んでみよう。すっぽん鬼大将キズメ画面外から来ないでちょっとさ、それはあかんって。まだ確かに名前見てしまったけど、ちょっと待ってね。どうしよう、どうしよう。魚が邪魔すぎて。地味にね。よし、よし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 。はあ、投げが強いね一番ね。いやー、すっぽん強えわ。そういうことか。いいっていいっていいっ。はい。その4か。
よし。ガンムシガンムシ、とりあえずワープを見つけたい。その後よしで、清水か。まだ名水までは出ないね。あら、登れない。ないな、中間っぽいのはなさそうだな。ですよね。無理無理、あれ以上は無理。今回耕しが成功したせいか、めちゃくちゃ土壌良くない？ちょっと待った、俺今すっげー不吉な文字見たんだけど、稲持ち病あるね。マジか。とりあえず水量を25で止めて、もうちょいかな、30ぐらいでいいかな。熟してる、いつの間にか。絶対田植えもんには任せない。ちょっと待ってね、その前に抜く。結構ね、これやってると、最大っていうか、最短でクリアしようみたいなところがあると、やっぱ難しいらしいよ。でも、じっくり、もう長い目でするって考えたら、もう全然そんなことはない難易度らしいんで。回転切りしてくれんかな？なんかゲームらしく回転切りとかあったらいいのにな。大回転切りで稲を刈るとかね。終わり終わり。そうそう、いいお米はね、いいからね、美味しいからね。で、歩数。よし、しっかり乾けよ。そうそうそう、最速クリアさえしなければ。あれ？これもしかして、いや、そういうわけじゃないか。
干す場所足りなくない？おお、こう来たか。やっとここまで来たか。じゃあ、あと倍近くはいけそうだね。うん、今年もどうにか収穫まで終わったぞ。稲が乾いたら脱穀じゃが、こき場所を使うの面倒よな。確かに。ちゃちゃっと進めようとするとうまくもみが外せんし、丁寧にやってよってはいつまで経っても終わらぬし。それがしは元も不器用にございますゆえ、まず雑にもみを取ってしまい、一緒にちぎれる余分な葉や茎は後で取り除いております。なんで、もしやそっちの方が楽なのか。何故それを早うわしに教えんのじゃ。いや、楽かと申されますと。こういった言い方でいいなら、もみをもっと早く落とす道具作ればいいんでがね。お、作れる？うまくいくか知らねえけども、やってみるなら素材集めてけれ。マジで？金太、お前やるじゃねえか。ちょっと、そこまで。あー、懐かしい。名付けて千葉国旗じゃん。なしておめが名付けて、それにどこに千も葉もある。分かったらな、こういうのは勢いが大事なんじゃ。憎いよく手柄と横取りするてね。それにしてもでかしたぞ、金太。魚様、それではこれから、その、千葉国旗で脱穀いたしましょう。やっちゃいましょう。やろう。でもね、雨降ってるからね、翌日ならないとダメなんだ。てか、マジで肥料いらなかったな、今回。何か作るんですか？よし、湯気。いやー、1年間米が足りるようになったね。これはかなりでかい。あー、そっか、これで、ね、晴れをお願いするようにしとかないといけないわけか。そしたら稲刈り稲作会議で、明日晴れ。エデリゴイ認める。紙火付きに琥珀を奉納し、天候替えを申請した。なんだこれ。マジか。いやー、まあ田舎育ちっていうのもあるんだけどさ、いろんな道具見ると懐かしいな。やっぱトロ、何パーかなー。ちょっとね、格の上げまでして、あ、やっぱちょっと減ってるね。千葉コキを使うと、あ、すごい、工程が一つ減ってる。下がない。うわー、これ意外とさ、これ引っかからなくて力いるんだよね。どうせあまり出るんだけどね、これね。もうちょいなんか歯がいっぱい欲しいな。した。細かいこと言うとね、はい、みつめさん、こんばんは。うわ、超楽になった。これね、手際いいんだけどさ、これ自分でしてるからね。千葉こき脱穀の達人。マジか。それも熟練いるのか。金太の存在で便利なものを考えおったな。おお、乾燥度 100%。 これに戻りましてござりまする。もみすりの前に飯食っとくか。食材が腐っても困るからな。何か作るんですか？銀杏
何か作るですか？さっき、ああやべえ、白米、まあいいや。何か食べるますか？ダメ、まだちゃんと節約して。いただきます、うん、発動再開。キネとウス以外に選択があるのか。白くしようかな。基本的に成長だね。食べ物の効果高くてもね、レベルが追いつかないとどうしようもないんで。なんか同じこと今日2回言ったな。終わり終わり。さあ終わり。溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。さあ新米完成。まざっとこんなものじゃ。各13か。ライフはちょい上がったけど、あ、お米の数がすごく上がったね。体力、防御力か、10、攻撃17。いやー、そっか、ちょっとずつだな。爆上がりするかと言われるとそういう感じじゃないからな。